にちは。今宮崎からですかね、普通列車が到着しました。向かいの車がたくさん来ています。こういった時間になると通学の高校生たちを迎えるための家族、大体の場合はお母さんの車が多く駅前にやってくる光景が見られます。地方ではお父さんお母さんの送り迎えが不可欠という高校生中学生がかなり多い。ここは JR 九州の宮崎県日本温泉延岡駅です。この光景をご覧になって田舎だと思われる方は多いと思いますが、実際そんなに都会ではないですけれども、しかし延岡は旭化成という大きな会社があって、その煙突も街にそびえる、ちょっと、ね、暗くて見えないのと、思いのほかそんなに壮大な煙突ではないんですが、ともかく、大きな企業のある元気のある街ですが、これから先延岡駅から大分県へ向かうにあたってのルートは、かなり困難を極めることで知られています。毎時1本の特急列車の運行があって、1時間に1本あるならそんなに田舎な方ではないんですが、こちらヤフーの乗り換えアプリがあります。日付時刻は適当ですけれども、毎日の始発のこの佐伯駅から延岡駅まで、特急列車などは使わないルートで設定して時刻を検索してみますと、始発列車が6時10分に出るということになっています。朝は6時から、こんなもんです。じゃあこの始発列車の1本後はと言ってみると19時33分、これが始発の1本。じゃあもう1本後は翌日の6時10分、分かりますかね。これ1日になんと2本しか普通列車の運行がないという非常に困難な区間。ちなみに逆区間、大分県側佐伯駅から延岡駅までは6時18分ですが、朝はこれから始まって1本後になると翌日の6時18分、また1本後翌日の6時18分、なんと逆側、大分県側からこの宮崎県延岡に至るルートに関しては1日に1本しか普通列車がないという、ちょっと常識を疑うような困難なルートになっています。そのためこの区間佐伯延岡間については青春18切符を使う私どもにとって鬼門とされています。で、一番ホームに入っているこの列車が佐伯行きの普通列車なんですが、見ると特急ヒューガ延岡行きと書いてあります。特急列車です。これはこの延岡行き止まりの特急列車でした。そしてこれから先普通列車になります。本来は特急電車として運転をする車両、それを普通列車に使ってしまっているというわけです。この区間に走る普通列車の本数はほとんどないので、そのためにわざわざ車両を用意するのも面倒くさく、ちょうど余っている特急車両があるから、じゃあ特急の車両で普通列車をお客さん乗せちゃえばいいやということをやっているわけです。車両が4両つながれています。ドアにご注意ください。ドアが開いているのはこの4号車だけです。3号車、2号車、1号車、4両つないでいるうち残りの3両は全くドアも開かず、お客さんを乗せる体制にはなっていません。乗客も私を含め5名しかいません。たったの5名、すごい少なさ。そういうわけでこれほどお客さんが少ないので、1日に2本の運転しかないのです。空いてるんですけど、あまりにも人が少ないからお客さんが散らばるとちょっと管理がしづらいっていうことなのかな。こんな風に締め切られています。これは知らなかった。自動販売機もあってかなり豪華な普通列車と言えます。本当にね、先頭の車両しかドアが開かないんですよ。そんな機能があるんだなと思うんですけど、知らないお客さんは一番後ろの方とかで行列を待ってたら大変ですよね。あれドアが開かないなと思って大体に列車がいなくなるということもあるかもしれません。だから駅ではそれを防ぐためにかなり丁寧な案内がなされていました。この先この列車は各駅に止まり、総太郎峠という峠道を越えます。ありがとうございます。北の目岡に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。途中で一人降りまして、今残っているお客は、観光客、私と、それから私の視聴者の方が2人でした。それともう一人はサラリーマンのスーツを着た方、4人だけです。だから確かに
この1両だけ開けておけば足りてしまうんですよね。この駅で6分の停車、一部だけ窓を明かりを落とすということはできないんですね。全部に明かりがついていますが、もしもこの列車にドアを閉めて置いていかれるなんてことになったら大変なことです。こんなところで野宿は危険すぎる。 あそこに家がある。もうこういうノリですから、この辺はもうこの辺の駅で降りる人の顔を駅員さんも分かっているようです。駅員さんというか運転手さんや車掌さんもね、まあ、まだ信号を見た限り赤信号ですから大丈夫ですけれど、両方向の時刻表がこの駅にも出てますけど、恐ろしい時刻表だ。私の乗る今の大分方面は6時31分の次が7時59分、これで終わり。そして逆方向、大分から宮崎に降りてくる側は7時3分以上終わり。すごい、列車は夜暗い中でも走れるように明るいヘッドランプを備えていますが、今はつけていません。まあ、それは簡単なことで、反対から運転手さんが来るとこの列車が明るく照らしていたら眩しくてやられてしまいますので、その運転手さんの目を守るためというか、まあ、つまり視界を確保するための措置です。あの反対の列車が行くとこの列車もすぐに出発します。だから大急ぎで乗り込んでおいた方がいいと思います。まあ、もう反対の列車が近づいてきました。まあ、この駅を過ぎ去るまでは大丈夫だと思いますが、信号機を見ていれば状況はわかります。反対は通常通り特急列車として走っている 7%7K 電車。ダメだ、うまくピントが合わないや。あったあった、合いました。夜暗い中でもこのように頑張っています。じゃあ乗ろう。まあ、このように乗っておけばちゃんと余裕を持って中には入っていますので問題はありません。駅前も真っ暗ですよね。さっきの、ね、延岡駅の様子とか見て、うわ田舎だなと思う人もまあいるにはいるみたいですけど、このレベルの田舎をしょっちゅう訪れている私としては、まあ延岡駅ぐらいは大都会に見えますけどね。秘密の町で買った名物でまだご紹介を忘れていたものがありました。お船出団子、これは多分絵が描いてあるのは神武天皇で、これはその出て行った時の船だと思いますが、もともと神武天皇が奈良に向けて出撃をしていく時、そこの秘密に住んでいる人たちは神武天皇のためにお団子餅を作ってプレゼントする計画でした。ところが神武天皇が予定よりも出発を早めたので、あ、そうですかそうですかと急遽こしらえただとか、材料だけ渡しただとか言われていますが、それがこのお船出団子だとされているわけです。なるほど、確かにね、急遽作ったっていう感じはありますけど、まあこれは美味しいだろうけど、このままではちょっと食べたくないな。お茶が一緒でないとね、今水しか持っていません。もう一個だけ食べてみよう。で、この駅が長く止まりませんが、今峠の上総太郎駅に来ました。ここは有名な駅ですよ。鉄道マニアの間でも名前が知られています。まあ、それはこのように列車の運行本数が少ないことによって知られているんですが、昔は急行列車なども止まったようです。一応駅の周りに家などがあります。これ味は悪くないんですけど、どうも食べづらいな。そこが難点だ。味はね、なんか神話の味がする。まあ、トンネルの中走ってますけど、もうトンネルの中なのか外なのかもよくわかんないですからね。今抜けたと思いますが、音がするかしないかぐらいの違いです。外はどうせ鬱蒼とした森で、もう民家なんかないし、携帯電話の電波も通るかどうかわからない、そんなところなので、まあてか通らないでしょうね。はい、そんでもって佐伯駅に着きました。これだけは乗り遅れてはいけない列車、無事乗り遅れずきちんと最後まで乗れました。まあそんな、ただ列車に乗るだけのことなんですけどね、でも重要なことです。これから先大分まで足を進める必要があります。この最近も、まあ、以上このように特急列車が2つやってくる重要な駅ではありますが、でもここでは安い宿はありません。宮崎も椎茸が名物ですが、大分の椎茸も美味しく、鈍行という言い方もあるようです。まあ椎茸でいいと思いますけどね。峠を越えてきました。特急電車 7%7K と言います。顔も随分ピシピシいろんなものがついています。
これ何の汚れかというと、実は、まあ、大半は虫です。ブンブン飛んでいる虫に列車がそれなりのスピードで当たり、虫は潰れ死にます。その汚れが顔にたくさん付着するというわけです。だから横はこんな汚れはついてないでしょ。特急電車っていうのは編成が長くなると後ろの方まで安全を確認しながら行かなきゃいけないんで、後ろに車掌さんがちゃんと乗ってることになってます。で今日乗ったやつもね、4両つないでると車掌さんが乗ってなきゃいけないから、まあ、ワンマンってあの1人で運転手さんだけでやるのもあるんですけど、ちゃんと2人乗務、その分人件費が2倍かかるんですが、その代わり車両代は節約になるってわけで、そっちの方が安かったんでしょうね。だからこんな特急電車でやると、まあ、お客さんとしては嬉しいだけです。駅で待ってたら貨物列車に追い抜かれます。これは延岡からやってきたもので、これはただのコンテナですけれども、化学薬品を積むための貨車もあります。延岡の会社、さっきも言いました大きなお城に見立てた旭化成、そこからのというよりはそこへの薬品などを運ぶための貨物列車としても使うのです。この辺りでは珍しい貨物列車、あの険しい峠、普通列車が1日1本しか通らないようなところをこの列車も越えてきました。ここからは列車の本数が多いとはいえ、昼間は普通列車が3時間に1本、この最終列車に近い時間だけは30分ごとに出るようになっています。あんまりこの車両好きじゃないんですが、安いんで文句は言えません。最強出発して順調に北上し、勝者のうち1人はあの横国の、 あの私の後輩の1年生だったんで話も弾むわけですが、今月見に近づいたところで列車の速度が落ちています。今度は強風、朝は大雨でしたけれど、こんなわけで予想外の時間を取られることが多いのです。大丈夫だと思いますが、風が強くなると列車の運転が停止されるということもありますので、それだけは勘弁。大丈夫だとは思うんですが、風はだんだん強くなっているようです。まあなんだって台風ですからね。私の携帯電話じゃあ、まあ、充電も切れましたんで、まあ、2人でですねこの先の予定を考えるにあたり、山陰方向を回るというから、じゃあの秋吉堂とかね、あの津和野とかいいですよとか言って、今一緒にルートを組み立てるところ、私もちょっとは手伝っていますが、結構自分の力でねこうバスの時刻表なんか調べてますが、そうあのね列車の本数の少ないローカル線とバスの接続がもう絶望的に悪いんですよね。だからそれをこううまく接続がもし見つかったときは嬉しいみたいな感じで、私も昔踏んだ道ですが、青春18切符の旅としては初心者で、今回乗りと勢いで2日分というか2枚買ってですね、10日分で旅行してるらしいんですけども、いやでも結構もう熟練してますよ。ああ旅の予定を考える楽しさというのはみんな共通だと思います。使っているのは2人とも同じコンパス時刻表。そのため23時ちょうど発大分までついに戻ってきました。これで九州は一周です。あとはもう九州を出るだけですが、もうしばらくでも明日丸一日まだ九州にいるかな、今そんな感じで予定を立てているところ。次にこのまま乗り換えて別府に目指します。鹿児島から長い道のりでした。大分県別府、今日の目的地に到着。本当はね別府とかすごい大きい声で女の人のキンキン脳に響くような駅の到着の案内の放送をするんですけども、こっちの方はどうも男性の声だったみたい。それから夜遅い時間ということで構内の放送の音はちょっと少し控えめになっていました。いつもはね駅の名前を連呼するのが独特で面白く、必ず映すことにしてるんですけどね。本日の目的地、大分県別府に到着。今時刻は23時13分です。明日はちょっとゆっくりしようかな。今日はかなりの大移動になりました。服まで借りてしまって、今の時間は12時5分、もう日付が変わってますが、まだ夕飯はちゃんと食べておりませんので、ジョイフルに来ましたよ。ジョイフル、あの九州のレストランですが、大分県の発祥、本店というか本拠地は大分です。ジョイフルね、デニーズみたいなオレンジの看板ですけど、鶏天定食いつもね食べる600円かな。
フリテン定食が603円、中津の名物、まあ大分名物、唐揚げ538円。あ、唐揚げ定食538円安いな。他にあのオムライスがあって、オムライス495円だったんで、オムライスにしようかなと思ったんですけど、唐揚げ定食で決まりだな。よし、明日の工程についてずっと考えてたんですが、あの中津もしくは宇佐に美味しい、唐揚げ名物あるってんで、そこで途中立ち寄って行こうと思ったんですよ。まあ、前に大分から小倉までバスで来て、帰りも特急で帰りましたからね。でもなんか駅の近くにはないらしいんですよね。じゃあいいかと、多分このジョイフルで唐揚げと鶏天の、定食が双璧をなして安いメニューなわけですが、まあ、それは大分名物を意識してのことだと思いますので、これは大分名物の唐揚げを食べたと認定してですね、明日も小倉までバスで行こうと思います。